政府の拉致問題対策本部は2日、北朝鮮による拉致問題の早期解決を訴えるための新しい啓発ポスターを発表しました。ポスターのモデルには俳優の津川雅彦さんが起用されました。ポスターは津川さんが厳しい表情で正面を見据えたものと、 海を背景に遠くを見つめるデザインの二種類です。私はあの五ヶ月の娘が誘拐されたことがございまして、えー、まあそういう思いで、あの娘がということの中で、えー、拉致問題を自分わがことのようにあの思えるあの人間だというふうに思って。 えー、このポスターにも参加させていただいたようなわけでございましてこの日の会見には、津川さんのほか、拉致被害者家族会の飯塚茂雄代表や、横田めぐみさんの父の茂さん、母の早紀江さんらが出席しました。 今日は初めて見たわけですけど、やはりあの非常にこう例えば野菜醤油さんに対する怒りっていうことと同時にやっぱり優しさも目のところにも出てますし、だからそういう点ではこれ以上のものはあのまあできない子供立派なものを作っていただきまして本当にあの感謝しております。塚田正彦様のイメージ、そして家族を大切にするイメージ、そして何と言ってもラジオは絶対に許さない。 こういう強いメッセージを発することができるイメージ、ピタッと一致をいたしておりまして、今日こういう形で発表させていただきました、目力、国民の皆様に訴える力、迫力十分だと思いますポスターは15万枚以上を印刷し、全国の自治体や駅、それに空港などの公共施設に配るということです。